はい、それでは今回は、Google ドライブと Google Chrome、Google スプレッドシートのダウンロードをしていきたいと思います。はい、でまずはですね、ここにあるような感じで、まあ、Google ドライブ、Google スプレッドシート、Google Chrome と、あると思いますけども、まあ、これと、これと、これですね。はい、まあ、これをダウンロードしていきます。まあ普通にですね、iPhone であれば、Apple App Store、Google、他のスマホであれば Android とか、であれば、まあ、App Store ではなくて、Google Play と、いうことになります。それでは、まずはこちら、iPhone の方のですね、やり方をご説明いたします。まあやり方というかですね、まあ検索の仕方ですね。まずは Google Chrome をダウンロードしていきます。まあすでに持っている方は大丈夫ですが、まあ Google Chrome で、まあここですね、本来、今は開くとなっていますけども、まあ本来ダウンロードしますので、まあダウンロードというふうにしていただきます。で、Google Chrome ダウンロードし終わりましたら、次はこの Chrome という部分を消していただいて、Google スプレッドシートですね。Google スプレッドシートとやって、検索すると、こういうふうに Google スプレッドシートが出ますので、次はこちらの Google スプレッドシートをダウンロードしてください。で、次は、こちら、Google スプレッドシートのスプレッドシートという場所を消して、Google ドライブと。Google ドライブと、やりますと、Google ドライブ、こちらが一番上に出ます。で、これもダウンロードしていただくというようなことになります。それで、Google ドライブは、まあ、実際は、まあ必要ないっちゃ必要ないんですけども、Google ドライブをダウンロードしておくことによって、今後、パソコンで、Google ドライブ、ストレージも使えますので、まあ写真とかですね、そういったもの、あとは、他にも Google スプレッドシートいろいろな用途で使った時に Google ドライブを入れておくと Google ドライブからいろんな Google の、スプレッドシートにアクセスできますので、入れておくことをお勧めいたします。はい。それでは今回は Google ドライブ、Google スプレッドシート、Google Chrome のスマホのダウンロードの仕方になりました。それでは今回の動画を終わります。ありがとうございました。